お元気ですか？谷村新司です。新しい日常に向かって全てが動き出しております。新しい出会いも少しずつ増え始めて、ときめきの種が育っていく、そんな毎日、お互いに自分らしい歩幅でゆっくりと歩き出していきましょうね。さあ、今日も、コーヒーでも飲みながらゆっくりゆったりとラジテレ始めてまいりましょう。さて、今回のテーマは、食べ物です。丼どうでしょう。丼、この丼っていう字も含めて、丼っていう響きの中で、あの男子を刺激するなんか響きありますよね、丼って、この丼について今日は語っていこうかなと。タイトル的には丼の美学っていうんでしょうか。丼って何？ご飯の上にいろんなものを乗せて食べる、これ丼です。これについてお話ししていきます。和風に言うとこの丼なんですけども、今風に言うと、早い話がワンプレート。ワンプレートランチって聞くとちょっとおしゃれなんですけども、何のことはない、丼のことです。ただ何が違うかっていうと、ワンプレートっていうのはご飯とおかずを横に広げてある。こうなると、女子的には OK なんですよね。ところがこの、ワンプレートを縦に積む、ご飯の上におかずを積む、こうなると丼なんですよ。こうなると今度は男子的にすごい食指が動くっていう響きがしてくるっていうか、ライスの上におかずを乗せる、ライスの横におかずを添える、早い話はこれだけの違いかなと思うんですけどもね。あの白いライスの上に、どんだけおかずを乗せるとどんだけ白いライスに混ざり合っているのか、これ混ざり合いすぎてると女子的にはおしゃれじゃないっていう感覚はしてくると思うんです。でも男子的にはうまそうってこう感じる、これって面白いんですよね、男子と女子の捉え方の違いっていうか。ワンプレートっていう方はフォークとかスプーンでエレガントに食べれる、丼はお箸で一気にかっこむ、この違い、大きいかなと思ったりもしますけども、だから男女でデートするときは、ワンプレートにする、そして男同士で飯を食うっていうときは丼で OK っていう感じがします。